ヨーロッパ大陸イタリア北部、ミラノからルカの地元ブレシア、現地人おすすめの街ベローナ、再度ミラノへ戻り、ジュゼッペ・メアッツァの映像をお伝えする。ブレシア、ケントイズゴイング It's the best place. Italy. Brescia. Lucas' house. Vamos, vamos. Oui, tu m'as donné une nude. La Barzagli. Barzagli. ここはブレシアのスタジアムです。ブレシア。Sushi! It's so different to San Siro. Yeah. It just looks like in the middle Before, of construction. I told you it's a like, very old stadium. Yeah. But it was too small. Oh! Brescia. Here, Baccio played the last time.ルカの地元です。ブレシア、ブレシア、続きましてベローナにやってきました。ベローナ、ベローナ、ベローナ、広い。 Like 2000 years ago, maybe. 2000 years ago, and still here. Yeah. You know, it's time when the Romani. Yeah, yeah, Romani. すごい建物がありました。おお、すげー。ローマにあるあのコロッセオもサイズは半分ぐらいらしいですけど、2000年前に建てられたやつらしいです。すげー。おお、I don't see any Japanese people here. No, no one.イタリア、ジェラート、甘そう。チョコバニラとヨーグルトイチゴ、超うまそう。ティラミスマンゴー。ティラミスマンゴー、looks same。またいた、この人は。メキシコにいた人だ。ロミオとジュリエットに乗って。はあ、すげえな。書きすぎでしょ。いやー、この建築がいいですね。建築様式というか、この街は綺麗だ。どう、雰囲気あるなやっぱ。お、本当だ。ゲタ。うわ、古っ。
ザーニャ。あ、ノーラザーニャ。ボロネーゼ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 。あと8分で試合が始まります。私たちは渋滞に巻き込まれてます。ルーカーカッツォカッツォカッツォーロメルダ。第2回サンシーロにやってきました。今日はインテル戦。早く、もう前半始まってます。そして雨も降ってます。前半21分誰出てる？長友いた。次回はベネチア。まずは怪我して病院からのスタートとなりました。ベネチアは世界的に有名なだけあって、その景観は他に類を見ない素晴らしいものでした。次回、水の都と流血の左足、お楽しみに。